知見人。アニーリュウです。今日はですね、このイベントっていうのは意外と企画でね、いろんなメンバーの方と、なんていうのかな、メンバーを作って、演奏するっていう企画なんですけれども、いつもね、お兄様方とやることがね、百戦錬磨のお兄様方と演奏することが多いんですけども、今日はあお互いを菊池くんという素晴らしい人です。ね、今何歳？23でこんなに弾けちゃう、すごいですよね。で、お久しぶりのしげっち。しげっちはね、このウッドストックでジャズセッションをしていた時に、毎週ね、いわきからね、来てくれて、本当に感謝 してます。こんなところですいません。ピアノをね、昨日は確か、文化センターの方でビッグバンドの演奏をしてきたところで、ヘトヘトなところで来てくれました。はい、そして重鎮重い川名義治。はい、ということで2曲目は、1曲目はね、皆さんご存知のイエスタデーという曲でした。次は、ボサノバアレンジのセクシーセディを聴いてください。Thank you.
では次の曲ですけれども、楽しい曲を一曲聴いてください。ハニーパイです。She was a working girl, no sound in the way. Now she get big time in the USA. And if he was only you, me, this is what position is tragic. Come and show me the magic of the lovely wood song. You became a legend over silver screen, and as she was wondering, I didn't want to3年間ですね、ビートルズイベントやってるんですけれども、ほとんどね曲かぶりっていうのはなくて、ちょっと奇跡的なぐらいに各バンドの曲のかぶりがなかったんですよ。で、奇跡的でだねーなんてみんなで話してたんですけど、今回はねちょっと皆さんの演奏リハーサルなんか見てたらかなりかぶってましたね。
でも私たちは一番目なので楽勝です。皆さん頑張ってくださいね。はい、では次はですね、ジョージ・ハリスンの名曲サムシング。
そうこうしている間に最後の曲です。最後の曲になります。そうですね、ではですね、これもこれはポールっぽいね、ポールかな、ポールの曲かな、うん、ザッツポールって感じのという曲の、あ、曲じゃないごめんなさい、オールマイラビングを聴いてください。